地獄戦闘続きやっていきましょう。さあ、猿の話から一夜明けて、もうバイトの時間か。昨日のは何だったんだろう。猿が大暴れしてたんですよね。猿が大暴れして、確かなんかとんでもないこと起きてたよな。これ何？ここ汚したの？なんかお茶こぼしたかなんかした？あとね、ここあれ？また？私これ直せなかったっけ？もう最悪、もう目覚めてすぐタンス直すってマジでありえない日常すぎるんですけど。向こうのさ、デスノートのリュークが住んでる部屋あるから、そっちを見ておきたいんですよね。まだリンゴかじってんな。でも様子的には変わってないのか。なんかがあるわけでも、猿が住んでんのかもしかして。この感じ、リンゴしか食ってないもんな。ちょっと要注意ですね、あそこも。これ何？ああ、なんかトイレットペーパー買ったのか、汚いから。掃除しようかなと思ったのかな。大容量の詰め替えまで買ってきて、スイープ、引っ越した直後にこんな大容量いるかな。ああ、もうご飯とかめんどくさくない、 めんどくさいのかな、この感じ。札幌風のカップラーメンと冷蔵庫も今は特になんかできるわけでもないのか。さあ、じゃあ仕事向かうか。あ、でも今日はまだ雨降ってない分ね、いいかな。あ、何してんすか？そこ、リューク住んで、やめた方が、リューク住んでますよ。あれ？どうしたんすか？あんましない方がいいんじゃない？今、リューク住んでるし。あんま人んちガチャガチャしない方がいいんじゃない？この人話しかけれないのかな？ピンポン押した方がいいんじゃない？なんでどんどんすんの？これ無視していいのかな？まあ、多分、しばらく帰ってきてないとか連絡がつかない状況なのかもね。あいつどうなったの？ここのさ、あったよね。ここでタバコ吸ってるやつ。あいつがリュークなのか。なわけだよね。スーパーマーケットもここにあると。いや、でも住みやすい。住みやすいけど、スーパーの真横のアパートか、きついっちゃきついってもするけど。あ、木の置かれてた花がこんなことに。え、かわいそう。え、めっちゃかわいそう。踏まないようにしよう。ちょっとでも、ちょっとでも。と、大家さん、聞いてください。昨日最悪やったんですよ、猿が、ね。あいつ、レイだっけ？ん？何が？飲みすぎてたみたいなんだ。あの猿に襲われてたやつ。若いやつに多いんだよ。あ、飲んでから来るみたいな感じだね。たまにあるけど、やめてほしいよね。ねえ、やだね。あの、浴場に猿がいっぱい。そう、なんかもう猿の惑星だったんですけど。ああ、猿。うん、田舎だからね。田舎だからねの量じゃなかったと思うんだけど。猿なんてそこら中にいるよ。あ、マジで？あんま気にしない方がいいのかな。この辺ではよくあることだから気にしないで。あれ、よくあるでいいの？そのレイっていう猿にめっちゃ襲われてたんだよ。じゃあ今日は壁掃除ね。壁掃除ね。壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。うん。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。分かった。今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。ありがとうございます。ああ、そうそう、はい。今日は常連の圭一さんが来る日だ。圭一、久しぶりに来てくれるんだよね。圭一、お気になるの？この日を楽しみにしてたんだ。そんな圭一来ること楽しみにするの？スーツを着たいかつい感じの男性だけど、うん、必ずお通しするようにね。ヤクザじゃん、圭一。じゃあ任せたよ。はい、いいの？ケイチャって行かなくて、あんなに楽しみにしてたのに。じゃあ今日も仕事すっか、もうマジで。とね、今日はちょっとここで様子を見ながらね、うん、男風呂の方は調子良さそうなのと、この辺も様子変わってないですね。あ、はいはい、ケイチですか。私言っても2日目なんですよ、見えないでしょ。結構バリバリに仕事してきてるっていうか、はい。自分仕事遅すぎるで。若いからって仕事できるんとちゃうんやな。やんのか？もっとちゃっちゃとやらんとあかんで。私の方がこの仕事できるんとちゃう。なめとんちゃうぞ。お猿呼んでくっからな、すぐに。お前のことずっと見てっから、お前入れ墨入ってんじゃんと思ってるから。あんな言い方しなくてもって思うよね。言っても、前な2日目だからさ。いっぱいこう悩みながらやってんだから。
猿出るかもよ。猿投げれないんだ。まあ、規則にのっとってちょっとでもいらんことしたら私帰らそうと。ここカミソリ危ない。こんなとこあるの。これなんでこんなとこあるの。怖いよ。なんかいつか手首切るんじゃないかと思っちゃう。泳ぐんダメだからね。泳ぐのも潜るのもダメだからね。あ、寒い。もしかしてちょっと待ってて、ボイラーあえ止めてくから待ってて。寒いっつってるからさ。あ、マジ、あ、暑いんだ。下げときますね。シュッシュってね、ちょっと下げさせていただきましょう。で、なんかチーンって言ったから、ちょっとこっちの方行ってくるか。うるさいな。今行きますよ。お待ちください。一人で回してるんです、この銭湯。で、なおかつなんかちゃっちゃと温度下げんかい言うてたコテコテのやついたからさ。そっちのことしとかないと。ケイチか、お前。だ、お前。正解決まってんな。カミソリ、シャンプー、ウェットティッシュ、タオル。え、大丈夫。カミソリで、あんま手首とか切らないでくださいね。カミソリ、あとなんかシャンプーって言った。シャンプーと、ウェットティッシュって言ってたのか。なんかもうわかんなくなってくんだよな。ウェットティッシュと、あと何でしたっけ。タオルがこれね。はい。で、お金をもらうと。お嬢ちゃん。はい。それなりにいい体してるが、もっと痩せた方がモテるぜ。うるせえな、お前。料理なんかできるの。料理できませんけど。女のくせに料理もできないのかよ。女は家事育児が完璧じゃねえと。まあ、ジョーちゃんならギリギリだけど、合格かな。俺の女にしてやるよ。結構です。恥ずかしがり屋さんなんだな。嫌いじゃないぜ。まあ、今日のところはとりあえず風呂入るわ。いつ絶対いらんことする。やろう。いらんことするから。お前、ここ猿来ますからね、言っとくけど。なんかさ、本当にここに来る客、ろくないねえな、マジで。別に入ってみちゃう。こいつ泳ぎそうな気すんだよな。こいついらんことしそう。いらんことしそう大将第一位だわ、ほんまに。え、もう、風太に来てほしい、マジで。これ持っとく、一応。あいつがなんかしてきたらね、この棒の部分でぶん殴ってやりましょう。入れ墨はなし。ちゃんと洗えよ、お前。なんか泳ぎそう。すごい。なんか止めてけ、マジで。悪いやつだ。そこダメですよ、入ったら。え、ダメですよ、何してんすか？え、何してんすか？そこ、ボイラー室ですよ、ダメ。ダメ。こっちだよ、サウナ。さっち、こっち、サウナ。サウナ、こっちおいで、何してんの？キモ、キモ。帰れって。おい、おい。え、めっちゃ怖いんだけど。口開けてないこいつ。怖い、怖いよ。なんで？え、なんで口開けてたの？意味がわかんないんだけど。そんなにボイラー気になっちゃった。じゃ、入るなら入る、入らないなら入らない。何こいつ、怖いんだけど。怖っ。マジでこいつ意味わかんねえ。お前ちゃんと拭けって。もうべちょべちょだろ。服着て帰れよ。え、お、こいつなんか大丈夫か。着替えて帰れよ。着替えて帰れよ、ちゃんと。あ、お客様、お客様、ちょっとお客様、ちょっとごめんなさい。この人だって、この人フラフラなんですけど。え、あれあれ、お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 、親分かと思った。あれ、どっか行ってた。あれ、嘘やばい。昨日からさ、マイナのこと口説いてきたやつ、全員なんか嫌な感じになってんだけど。タオル、ボディーソープ、シャンプーね。タオル、さっきのやつ大丈夫かな。タオルと、ボディーソープとシャンプーね。シャンプーいります？シャンプー使うかな？やっぱ、まあ、言わない方がそれぞれの好みっていうのがあるからね。清潔感も大事だと思うんで。個人的にはお兄さんシャンプーいらないんじゃないかなと思うんですけど。どうしたんですか？今日って客結構来てる？いや、今一人帰りましたね、やばいやつ。そんなに、そっか。まあでもいないことはないよな。いっぱい来てくれるといいな。どういうこと？いっぱい来てくれるといいなって。こいつ、こういうタイプがね、いらんことする。走ったりだとか、そんなするタイプの可能性あるからな。いっぱい来てくれるといいな。ということで、覗きとかすんじゃねえの、こいつ。
入れ墨は入ってないね。なんかこいついらんことしそうな気するな。なんかやっぱりこういう顔のハゲってさ。あ、ダメですよ、ダメですよ、お前撮ったやろ。もう帰れよ、お前。キモい。男いうマジでろくなのにね。最後に君の写真を1枚撮らせて、小指あげんな。1枚だけっつったらお前2枚撮っただろ。帰れ。うわって。何にしてみ。近寄らないでくれ、もう帰るから。なんだと、お前。帰れよ、じゃあ早く。マジで変なやつしかいない。ちょっと閉めてくなって。まあ写真撮ってたんだ。まあそんな感じで。だからいっぱい来た方がいいって言ってたんだよね。さっき盗撮はもう懲らしめてやりました。ウェットティッシュ、タオル、シャンプーね。ウェットティッシュ、ウェットティッシュとタオルとシャンプー。はい、これで OK ですよ。どうして？あんたみたいな小娘がここで働いてん。小娘だって金欲しいから。あいつ私が働きたいって言っても雇ってくれなかったのに。ああまあまあまあ、なんかしそうっていうか金盗みそうじゃないですか。どうせあんたみたいな子にはここの銭湯収まらないわよ。もってあと3日ね。ふん。まあ言ってもね、あと1日2日で辞めてやろうかなって思ってますけどね。何ブーって、何ブーって言ってんの。ちょっと何ちょっとブーって言ってんの。何あれ、なんかブーって言ってんの。おばはん、なんかブーって言ってんぞ。何がブーって言ってんの。これかジュークボックス。うっせえな、おばはん。写真とか撮んなよ。おばはん、なんか手袋してない。あれ、おばはん、おばはん、なんか手袋してないか。おばはん、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 マイナも入っちゃったお風呂。おばはん、おばはん、なんでウェットティッシュしてんの。あ、髪切っちゃダメ。うおー。下手くそかよ。下手くそ。なんでそうなんの。もうちゃんと床屋かなんか行け、お金かけたくないにしても。あんたみたいな小娘になんで返されなきゃいけないの。いや、もう自分の血まみれ見てみ。今それより、伝子、伝子今すぐ病院行け。私が何したっていうの。いや、自殺行為でしょ、こんなもん。あんたにこのバイトは無理ね。帰れ、もう。最悪なんて、お前、もう最悪、仕事増やしが、増やしやがって、伝子も。もう最悪なんですけども。伝子も早く帰って、もう。血まみれなんですけど。これ大丈夫か？あ、綺麗になった、綺麗になった。最悪。天候。この辺も血まみれなんじゃないかと思っちゃうわ。いや、もうマジでろくな客いいね。お待たせしました。お前、ケイチか？シャンプー、ボディーソープ。シャンプーとボディーソープね。いや、もう最近マジで変なお客さん多いんですよ。気をつけてくださいね。もうろくなのいないっていうか。はい。できましたよ。いや、なんでもない。え、メンディーみたいなの来ちゃった。メンディー絶対なんかする。メンディー多分だけど風呂場で踊るから。何してんの？あれ？着替えるんだよ、そこで。脱がしてほしいの？どうしたの？あの？うん。いや、タオル、拙者タオル欲しい。あ、拙者？日本のタオル小さい。わかりました。でっかいタオルね、でっかいタオル。日本のタオルちっちゃいのね。タオルこれでっかいのかな、これ。拙者、拙者これ、拙者これ使い、これ。はい。拙者、拙者落ちたよ。 あ、はい、ありがとう。あ、いえいえいえ、ごめんね、落として。拙者タオル持ってった。お、拙者いい体してんな、さすがだな。拙者っていうかメンディーなんだけどね。拙者ディーがね、拙者ディーさ、ここさ猿出てくるからほんと気をつけて。じゃあ、ここで髪切るのも禁止だからね。血まみれになったおばはんいたからさっき。せちゃ、洗えるか。せちゃ、その髪ちゃんと、せちゃ、これ髪洗ったらどんな感じになるの。全部落ちるのかな。どう見るつかさみたいな感じになるのか。せちゃ、いらんことすんなよ、お前。今んとこ、風太と並ぶいい客なんだから。せちゃ、せちゃ、潜るの禁止ね。せちゃ、ここで見とくから。先生大丈夫？気持ち？先生日本長いの？
でもなんかちっちゃい子っぽかったもんな。どうする、なんかお湯とか見てきてあげようか。拙者ボイラーそろそろなんか寒くなりそうな気もするしさ。拙者を見ながら、拙者気持ちいいか、拙者マットキーそこでもっともっと気持ちよくしてあげるから。あ、やばい、女湯がやばいことになってる。まあ、あのおばはんが入らなくてよかったね、マジで。あの血まみれおばはん、おばはんね。拙者、じゃ拙者、拙者の様子見ながら。あ、拙者出てる。拙者、拙者気持ちよかったか。いや、まあ拙者が幸せならそれでいいんだけど。今拙者の接客してるから待ってて。拙者また来てね。拙者超いい子だったわ。君みたいなお客さんがね、いっぱいいるといいんだけどね。拙者ありがとう、またね。気をつけて帰るんやで。この番号札持って帰ったらあかんで、ね、よかったか。バイバイ拙者。おおお、ごめんごめん、なんかすごいお姉さんもあった。シャンセーケイチか。カミソリ、シャンプー、ウェットティッシュ、はい。カミソリ、カミソリ気付きやちが見れるから、はい。お待たせしました。清く正しく美しく、エマチーです。エマチーです。テントなんて久しぶりでテンション上がります。エマチ、エマチ、ボイラーの様子も見ておく。この辺も特に変わりないかな。エマチの入浴シーン見ちゃおう。エマチ入れ墨とか入ってんじゃん。清く正しく美しくエマチです。お、エマチ、エマチ綺麗な髪してんのよ。サラってなってるもんな。シャンプーの CM みたい。エマチ今日さ、血まみれのお客さんおったから、もしかしたら血生臭いかもしんないけど、許してね、それに関しては。エナチ気持ちいい？エナチね、嫌な気分になってるかもしんないけど、本当にいつ何するかわかんないから、ここで見張っとくからね。次のお客さんなんて待たしとけばいいから。一人一人のお客様に対応していく、それがアジムラとマイナ。お、エマチ出る？ごめん、エマチじっと見てたわ。エマチ出んの？でもエマチいい子だったな。エマチさ、髪の毛とか乾かさなくていいのかな。これここ座ったらボーできるんじゃん。もうめっちゃ 100% 髪痛めそうなドライヤーだけど、こんなもん。あ、エマチ、エマチ風呂上がりそれきつない、大丈夫？また来てね、エマチ待ってるからね。エマチみたいな子はね、いっぱいいるといいよな、やっぱり。エマチバイバイ、気をつけて帰るよね、暗いから。あ、おばはん来てるエマチーからのおばはん結構落差ひどいっていうか、しちゃいませ。お、目がんびる。カミソリ、タオル、ウェットして、こいつ絶対なんかするわ。カミソリ、タオル、ウェットティッシュね。ここでいいのかな？うんだよ。早くしろよ。まあ、それは確かに。でも大丈夫。お前に対してもちゃんと一人一人の接客、心がけようと思ってるから。一応、ここもチェックしとくか。あ、熱なってる。やばい。熱なってんな。あいつ絶対切れる。あいつ絶対切れる。走れ。走っていけ。ボイラー室。ボイラー室。ボイラー室。めっちゃ切れると思う。あいつ多分切れるから。いや、もう最悪なんですよ。女湯がやばい。女湯がずっと熱いんですけど。下げろ、下げろ。あいつはいらんことしないように見張りに。いらんことしてないか。入れ墨とか入ってないか。あと、ここで髪の毛っていうか手首切るのも禁止だからね。わかるか？大丈夫か？血は出てないね。血は出てないけど、タオルの下に手を入れるタイプね。危ないと思うけどな。案外まともなのか。目がガン決まってるだけであって。泳ぐなよ。潜るなよ。気持ちいいか？ごめんな、さっきは接客遅くて。こういうことしてたんだわ、ずっと。こうやってお客さんと一対一の時間を大事にしてるっていうかね、この時間を大事にしてるっていうのも、まあそれもマイナの楽しみではある。どっちかっていうとね、マイナも一人一人のお客さん、どういうお風呂入ってんのかなとか、どんな洗い方すんのかなとか、あ、そっから洗うんだとかね、そういう見方をするのも好きかなって。マイナね、最近都会からこっちに来たばっかなんだけど、ここの街の人ほんと気が悪いっていうか、なんかね、昨日ね、猿がいっぱい来たのもあったし、なんかフータもケツ触られてたし、1日目、もう初日から私初めてのお客さん尻触られてたの。もうあれほんと考えられないと思う。今回に関してはさ、今日に関してはもう本当に血まみれのおばはんもいたし、あれ出ないの？なんか見えてる？ん？どうしたの？なんか見えてる？入ろうか一緒に。
入り。どうした？何見てんの？富士山？富士山いいよな。あんま生ではしっかり見たことないけど、言っても新幹線からさ、たまに見るぐらいなんだけどさ、それでも綺麗だもんね、やっぱり。富士山ね。でも、あんなとこにね、飾るっていうのも、ここあんま真っ二つになっちゃうもんね。あるもんね、コナンでもあったよね。富士山が真っ二つになってしまうっていう。おちょこを半分にしてるやつあったもんね。知ってる？これ。こいつマジでやばいな。長風呂したいんだって。次のお客さん呼んでるからこっち行くわ。今日ケイチ来るって言ったし。お、ケイチか？カミソリ、タオル、シャンプー。なんかちっちゃいの。オッケーオッケー。慣れてきましたね、この仕事にも。お金は？お金もらったっけ？えへへ。えへへ。銭湯楽しみにしてたんだよね。あ、そうなんだ。お金もらったっけ？この辺もチェックしつつ。あいつ大丈夫か？本当に。監視カメラはやっぱりいくらなんでも、フロア見れないんだね。あいつ大丈夫かな？なんか、えへへ。なんかちっちゃいよな。どうしたの？どうしたの？なんで変な目で見てくんだ。どうしたの？何？なんか前に言いたいことあるならちゃんと言って。え、なんでお客さんみんな棒立ちになってんの？マイナなんか悪いことした？こいつずっとこれなんだよな。え、どうしたんだろう。お風呂上がらないでいいのかな。一生帰んねえじゃん、あいつ。あ、お前、お前やってんな。お前やった、帰れよ。ダメなのさ。当たり前だろうが。お前風呂入んねえなと思ってたけど。僕さんは小さいんだから子供と一緒。子供なんだから何でも許されるんだと。帰れ。え、犯罪になる？ごめんなさい。お、警察呼ぶかんな、お前。あのおばはんにも全部チクっからな、お前。二度と来んなよ。あ、帰れよ。こいつね、女風呂入ってました。犯罪者です、マジで。二度と来んなよ。お、ケイチか。お待たせ。さっき犯罪者退治してやりましたよ。あて、帽子でっか。え、お金、え、喋んないんだ。何もいらないの。本当に？あ、おばはん帰ってる。おばはんさっき盗まれそうになってたぞ。ちっちゃいやつね。大丈夫か？その帽子の深さ怖いぞ、正直言って。なんかするんじゃないか、なんか盗むんじゃないかって私思ってますよ。何やってんの？お前ももしかしてなんか盗むタイプか。お。ま、ちゃんと風呂入るなら脱げよ、それ。恥ずかしいかもしれんけど。靴も脱げよ。あっちあったろ、下駄箱。あれ？何やってんの？何してんの？あ。怪しい。おい、帰れ、もう。まずもう土足で入ってきてる時点で私的にはなしで帰る。何やってんのこいつ。え、キモ。え、本当に金、あいつ金だけ払ってどっか行ったんだけど。え、どういうこと。え、マジでキモいわ。ちょっとこっから見てよ、怖いから。あいつ意味わかんない。まあ楽な客ではあったか。ここは特に何もないから。うん。温度も今んとこちょうどいいっすね。いらっしゃいませー。すごい。かっこいいハットのやつ来ましたね。あ、そのハットもしかして猿にやられました。なんか爪痕みたいなのありますね。タオル、シャンプー、ウェットティッシュ、カミソリ。カミソリギリですけどね。あんたさ、はい、はい、若いのになんでこんなとこで働いてるわけ。やっぱもうこう都会ムーブに疲れてしまったっていうか、他にももっとあったでしょ、成り行きで。ああ、まあ他にもあったんですけどね、引く手あまたっていうか。はっ、コミッション。うるせえ。いかにも私か弱くて働けませんって感じだもんね。で、男は？男関係ある？男、彼氏はいるかって聞いてんの。彼氏無視しようぜ。その顔何？ムカつく。彼氏がいたとしても、しょうもなさそうな男だろうね。あんたにはそんな奴がお似合いよ。腹立つ。マジで腹立つ。見とこ。ボイラーは？ボイラーチェック。あー、ちょっとギリですね。あー、ちょっとギリな感じするな。
とギリな感じするので一回とボイラーだけ見に行ってきます。あいつでもなんかちょっと悪そうだな、なんか やらかしそうな感じするけどな、とボイラーだけね下げてきますね。もう秒で熱くなると思うから、なんか下げて、なんか暗くなった今。あ、なんかいた。あ、しょうもない、しょうもない男いたって言ってたじゃん、さっきのやつマジで。あ、いたいた。さっきさ、幽霊みたいないた、あ、あれ？あれ？あいつボイラー室入ってた。あれ？あれ？どこ行った？あれ？サウナか？サウナ入ってんのか？あれ？あれ？消えた？あれ？消えた？あれ？いなくなってる。君の名はみたいな。入れ替わってると一緒。いなくなってる。ああ。あ、どこ行ったんだ、あいつ。あ、これ、ケイチさんかな。なんか、竜ごとくで見たことあるような顔。ちょっと待ってくださいね。あれ、どこ行ったの？あれ？いないよね。え、さっきの幽霊的な人もそうだけど、全員消えちゃった。どうしよう。ウェットティッシュ、タオル、ボディーソープ。ウェットティッシュ、ウェットティッシュと、タオルと、ボディーソープね。今日は体をメインに綺麗にしたいって感じかな。ありがとうございます。新しい。新しいバイクとのことだな。これ、ケイチってんだ。やっぱりケイチさん。これからよろしくな。お、よろしく、ケイチ。でも、ケイチ、今じゃなかったかもしれない。今ね、裏側大変っていうかね、ちょっと、大変なことが起こってるっていうか、あの姉さんこっち来てないよな。大丈夫か？まあ、ケイチもそれだったら喜ぶ可能性あるか。あ、ケイチ、ケイチ、ケイチ、ちょっと、でもケイチさんは通してって言ってたよな。ケイチ今日だけだぞ。ケイチゴリゴリだ。ケイチ。ケイチさ、ケイチあの、でも、なんでもない。背中流してくんないか。あ、わかりました。これ流しますよ。ケイチのためならね、流そうかなと思います。ゴシゴシ。ケイチさん、これ何なんですか？何の絵を描いてるんですか？かっこいいっすね。やっぱこう、自分の生き様ってやつをね、あるんでしょうね。ケイチの中にも。ちょっとお尻もちゃんと洗ってきますね。終わったか？終わりました。お尻ピカピカです。な。なんでこんなとこで働いてるんだ？ジョーちゃんみたいな若いもんが。銭湯のオーナーと知り合いで。あ、そうなんです。よくしてもらってます。はい。あのおっさん、大敷かなんかか？ああ、いい。ここの銭湯はうちがバックについてるから安心だって。あ、そうなんですね。俺たちのおかげで成り立ってるようなもんだ。銭湯のオーナーも昔から行き着かないやつだが、ちゃんと俺らの指示に従ってるから、まあ少しは好きにさせてやってる。あ、そうなんですね。ジョーちゃんを呼ぶことも俺が許可したんだぜ。あ、そうなんだ。ありがとうございます。でも実際に会った気が変わった。お前、こんなとこよりうちの会社来ねえか。あ、行こっかな。銭湯よりね。銭湯よりいいかなって思います。ジョーちゃんだったら、そうだな。それなりにいい待遇にしてやるよ。あ、風呂屋からね、別の風呂屋に移転っていうね。その女の子が働く風呂屋って感じるね。結構です。あ、違うんす。でも、マイナが勝手に言うたらサングラス外してください。いい度胸してんじゃねえか。お前みたいな弱い女、断れる立場じゃねえんだよ。ほら、お前無理やり会社に入れることだってでき、上。あ、鼻血？大丈夫っすか？え、ケイチ？あ、ケイチ？ケイチ鼻血、鼻血そんなにショックだった？あんま血とか苦手なタイプなのかな？ケイチ大丈夫？ケイチでも今無理に歩くよりかはさ、そこ横になり、あの、ティッシュ詰めてやるからさ、クミンとこトントンしてやるから。ケイチ大丈夫か？ケイチめっちゃ落ち込むやん。ケイチ鼻血誰でも出るから大丈夫大丈夫。気にせんでいいわ。はい、トン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 。首トントン。大丈夫か？トン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 。あんま無理すんなよ。ケイチ？ケイチのプライドが持たなかったんだろうな。若いジョーちゃんの前で鼻血を出してしまったっていう。いや、もう、大ショック受けて。ケイチ気にすんなよ。ケイチ気にすんな。誰も言わんから、オーナーにも言わないからな。お前が鼻血出したってことは。バイバイ、ケイチ。あ、
閉店ですね。そうですか。圭一がかわいそうだったな。今日なんか壁の掃除って言ったよね。たわしとブラシね。取れないです。あ、おっさん、あのさ、たわしつかめないなと思ってブラブラしちゃってた。今日は仕事を間違えずに頑張ってくれたね。はい、一人一人の対応をしっかりしていこうって決めてました。やっぱりマイナさんを雇ってよかったよ。あ、マイナそう思います。でも今日マイナ引き抜きされそうになったんですけど、花汁のおかげで助かりました。ところでケイチさんはちゃんと来た？あ、ケイチめっちゃ鼻血出して落ち込んでた。ケイチさんの様子はどうだった？もうへこみみたいな感じ。何か変わったこととか？あ、鼻血ブーって感じ。少し様子おかしくて。そうかそうか、あの圭一さんでもやっぱり呼んでよかったよ。どういうこと？じゃあ掃除してから帰ってね。はい。あの圭一さんでもなんかあんのかな。壁って、あ、これか。これでシュッシュッシュッってして、あ、これでこうですね。あ、もうゴシゴシなんかしっかり働いてんだよな。しっかり働きすぎてて、ね、ガチでなんかバイトしてる気分になってきた。うん、なんかチンって言った。バンダイのベルの音、無視していいんじゃない？行ってみよう。あ、マジ？だって今日終わったぜ。せっかく掃除も終わったのに。無言でもうゴシゴシ、ゴシゴシしてたけど。ちなみに誰が来てんの？あ、何で動いてんの？向こうか。電話？電話じゃないの？何がブーブー言ってんの？すいません、何がブーブー言ってんですか？これですか？ブーって何？これが？あ、ボイラー室から煙出てる。あ、誰かいるよ。確認しようっていうか、誰かいる？でもなんか普通にお客さんっぽかったけど。あれ？あれ？この帽子。やっぱさ、あのしょうもない男がうんぬんかんぬん言った人よね。なんか途中消えたなって思ったけど、あの人だよね。何してんすか？温度やばかった。あれ？あれ？あ、びっくりした。これ盗まれたのかと思った。あ、めっちゃ寒くなってんよ。え、なんでこんないたずらすんの？え、どっか行ってあるんだよ。最悪。そっか。あれ？あれ？え？これ何？これ、何？チョーカーみたいな感じ？奪った今。でも今火溶けてないもんね。え、どうしよう。あ、おっさん。どうしたんだい？え、なんかさ、火消えたんだけど。煙出てて。ああ、またか。俺が直しておくから、うん、お風呂でも入って帰りなさい。え、落ち込んでんよ。え、なんか心当たりあるよ。え、なんで火ないの？え、なんで火ないの？え、めっちゃ落ち込むよ。あ、風呂覗くなよ。でもなんか、あいつなんかいろいろしてそうなんだな。で、なおかつ、ずっときね、これ何？あれかな？布団叩きみたいな何かなのかな？あ、でも火沸かしてる？そうだよね。火沸かしてないと私お風呂入れないもんね。あ、でもあっち男いの方か。じゃあいっか。私に関係ないならもういいや。じゃあ風呂入るか。ここから出てすぐにシャワー浴びるっていうのはもうどっちかっていうとね。すっぽんぽんでも喋ってたようなもんだからね。下を向く。じゃあ洗うか。ちょっと待って、今洗ってるから待ってください。はい。いないな。下向いて。下を向いて。はい。今洗ってるから待って、さっき流してから。今日はゆっくりお風呂に浸かろう。今の無視でいい。あいつが来たことによってなんか動作重くなったんですけど。風呂浸かるか。あ、あっちに浸かんないね。マイナーこっちがいいんだ。浸かって。これ浸かってるでいいのかな。こうなんか見てた方がいいの。
何か起こったりするのかな。はい、すみません、そちらにどなたかいますか。あ、います。だしボイラー室にもいますよ、おっさんが。あ、昨日のどうされました。私はここの従業員で、あのそっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか。わかりました。あ、アヒル、あ、そっちの方に、あ、めっちゃ私のところにアヒルこれね、これ一緒に入ってたんですか。可愛いとこありますね。はい、アヒル行きます。アヒル行った、アヒル行っただけだよね。そんな大量に投げ込んできてないよね。あれあれ、アヒル来ましたよ。また、はい、すみません、はい、そちらにどなたかいますか。いますよ。私はここの従業員で、はい、あのそっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか。あ、いいけど、どんなお風呂の入り方してんすか。わかりました。さっきからめっちゃアヒルなんか飛んできますよ。飛ばしますね。いきますよ。はい。もうアヒル飛ばさないでくださいね。ん？アヒルめっちゃ来てますよ、これ。アヒル。じゃあアヒルちょっといっぱい持ってるんですかね。あ、ちょっと飛ばしますよ。じゃあアヒル投げますね。いきますよ。どういうこと？フォローから出れるわけでもないんだよな。もう本当に一生この無冠アヒル地獄。あ、消えたの？向こう側に投げるでよかったのかな。あれ？まだアヒルいるわ。あの、はい。あ、ごめんごめん、切っちゃったね。こちらにどなたかいますか。あの、さっきからあなたとやりとりしてますけど。私はここの従業員で、はい、あのそっちに行ったアヒル、もうアヒル私の方に投げてもらえませんか。アヒルもう20個ぐらい来てますよ。アヒル、このアヒルなんか毛生えてるの嫌なんですけど、なんでこんな毛まみれなんですか。このアヒル、こっち側っすか。あの黄色い方に投げるでいいのか。でアヒル一回止まるんだよな。さっきのアヒルなんでちょっと髪の毛入ったんだよ。次のアヒルは、なんか汚くなってない。もっと最悪綺麗な、あれ、アヒル、アヒル、アヒル、あっち行った。アヒル、あ、アヒルめっちゃアヒルと遊んでる。アヒル、ああ、あんな沈むもんな。アヒル、アヒル、これ沈まない。これ持ってく、これどこに投げるんですか。このアヒル超汚い。あの、はい、すみません、そちらにどなたかいますか。いますよ。私はここの従業員で、ああ、でも多分亡くなった方なんだろうな、これ。あのそっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか。もう黙っちゃったじゃん、マイナ。あの、聞いてる？聞いてる聞いてる。これ投げてって言ってるからさ。これアヒルを、これどこに投げたらいいんだろう。向こう側なのかな。でもなんか矢印的には向こうっぽいんだよね。あ、なんか飛んできた。ああ何これ何これ、え、汚いの飛んできたよね。髪の毛っぽいやつ。どういうこと。あ、でも動けはするか。出れないもんね。あ、これ何これ、髪の毛なのか、その女の人の頭的な感じ。あ、ナーム、そうだよね。多分あの、お墓参りしてたじゃん、一番最初に。あの子なんだ。お風呂いっぱい干して。起きました。行きたくないな。バイト受けなきゃよかった。なんて言ったじゃん。なんだかんだ、まあ確かに田舎の方がこう気持ちが晴れるかもしれないって思うかもしれないけど。
なんかトントントンって言ってる。絶対都会の方が楽しいと思うけどね。気分転換もしやすいだろうし。誰っすか？あれ？あ、どうしたんすか？今日休み？いやいや、昨日はよく眠れたかい？いや、あの実は昨日怪奇現象が、昨日銭湯で気味の悪いことが起こって、昨日銭湯の従業員だという、あ、聞いてみよっか、こいつなんか知ってそうだ。ああ、田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。まあいつもそう、田舎ではしょうがないみたいな、田舎って何でもありじゃねえから。ほら、霊とかその類が現れるのって、大抵人が少ないところじゃない？あの銭湯多いと思うけど。この村も霊に漏れずそういうことがあるんだよね。うん。ああ、でも、そうだな。呪いとか霊のことなら、銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。なるほど。神主がいるから話しかけて。わかりました。あの神主だったらどうにかしてくれると思うから。わかりました。俺も舞菜さんが安心して働けないのは心配だからさ。あ、了解しました。必ず行くんだよ、はい、あと少しだから。それはこの地獄戦闘というゲームがあと少しで終わるよってことですか？じゃあお願いね。はい。もうどうなんだろう。え、なにこれ、これなんだろう。ずっと汚ね。上が汚れてるわけでもない。またタンス元になるって、いつもこっちに置いとけって言ってるやろ。なんでこんなに移動すっかな。今日の流行を見て。あ。あれ？でもこの感じ一番最初のサウナ室のビニールテープに近いの。リンゴが全部食べられちゃってる。リンゴがなくなって、他は特になんもないか。上が何なんだろう。マジで意味わかんねえな。もうどうしよっかな。まあ、神社ね。次回神社行くとこからやってみるか。